こんにちは、ブログの川野宇田です。先日ですね、アメブロが仕様変更を行いまして、また新たにブログの一番上にとても大きな広告が表示されるようになりましたよっていうような動画を配信したんですが、本日はですね、その補足ということで、無料でやろう思考は危険ですよというお話をしたいと思います。この無料でやろう思考を持っている人というのは非常に多くて、非常に多いというか、ほとんどがこの無料でやろう思考を持っているんですよ。でこれはどういうことかというと、アメブロやライブドアブログや SC2 ブログなどというのは必ず広告が表示されますよね、無料で利用する分には。アメブロなどを無料で使うと必ず広告が表示されるんです、ブログのどこかに。でこの広告っていうのは、アメブロの場合は980円毎月支払うと削除することができるんです。 SC2 ブログの場合は確か毎月315円払うことによって広告をすべて削除できるんですよ。たった1000円ですよ。たった1000円支払えば広告が消えるのに、それなのに削除しない方がとても多いんですよ。とにかく無料でやろう思考を持っている人で、これはですね、私はプライベートブログのことを言ってるわけじゃありませんからね。この動画をご覧いただいている方というのは必ずビジネス用途でブログを運営されている方です。そういった方が無料でやろう思考、たったこの1000円をケチってでも広告を表示したままにするという、こういった思考を持っているのはとても危険です。なぜか、お金を失わないということは、お金を失わないということは必ずお金以外の何か重要なものを失っているからです。この広告の例の場合は、広告が表示されますよね。無料でやる代わりに広告が表示されます。するとあなたが頑張って毎日ブログを更新します。そして頑張って努力してお客さんをブログに集めますよね。そのお客さんが、せっかく来てくれたお客さんが、ブログに来てくれたお客さんが広告をクリックして別のサイトに飛んでいってしまうんですよ。これはですね、この1000円という料金をケチったがために、大事なお客様というものを失うんですよ。お金を失わない代わりに。で、これって結構ですね、980円という料金を広告を削除する料金だと考えている人が多いんですよ。要はブログの見た目を良くするために広告を削除するって考える方が多いんですが、そうじゃないんですよ。広告を削除する理由というのは、なぜかというと、ブログをかっこよく、スタイリッシュにするためじゃないんですよ。そうじゃなくて、あなたのお客様一人を取り逃さないために1000円払うんですよ。たった1000円ですよ。この料金というのはケチるところじゃないです、絶対に。で、他の例で言うと、例えばホームページやブログというのは業者に依頼すればですね、さっとできるんですよ。さっと一瞬でできます、お金を支払えば。なのにそのお金を失いたくないということで自分でやろうとする人がいます。何か本を買ってとか、インターネットで調べてとか、ホームページを自分で作る、ブログのデザインを自分で作ろうとする方っていうのが見えます。でもその方たちというのは、ブログを作る、ホームページを作っているその時間というのは、本当ならですね、本業に充てるべき時間なんですよ。要はお金を失わない代わりに時間を失ってるんです。ホームページを作るのがお仕事じゃないですよね。なぜホームページを作るのか、それは本業の利益を上げるためにホームページを作るんですよね。それなのに本業そっちのけでですよ、本業そっちのけで自分で頑張ってブログ、ホームページを作るんですよ。それ何やってるのって話ですよね。あなたの本業はそれじゃないんです。で、必ず今言った例のように、必ずお金を失わないということは、お金以外の何かを失っているということに気づいてください。で、あくまでビジネスなんですから、ブログといってもですね、ビジネス用途で使用するということはビジネスなんですよ。ある程度の投資というのは必要です。で、その投資たった1000円で済むんですよ、毎月。これはケチるべきところじゃないんです。ぜひ参考にしてください。どうもありがとうございます。